こんにちは、J ボーイ明石店でございます。今日はエブリーバンですね、こちらのご紹介させていただきたいと思います。まずはじめに、社外の HID ライトですね、HID バルブっていうんですかね、ついてますね。かなり明るいのつけているみたいです。車検の方は31年8月まで車検あります。黒なんでね、ちょこちょこ細かく傷あるんですけども、オーナーさんから言われたのがあれどこだったっけ、なんか この辺になんかへこみがあったんですか。あ、これかな、これちょっと分かりますかね、こっち見たら分かる。この辺ちょっとボコボコボコってなってるんですけどね、正直ごめんなさい、分からないです僕には。とても几帳面なオーナーさんなので、すごく車も綺麗なので、これお探しのお客様でしたらねバッチリじゃないかなとは思うんですけども、ただ一つですね、車庫帳が入ってますんで、ただまあ車庫帳入ったともね、別に何ていうんですかね、走り屋の車庫帳じゃないので乗り心地はそんなに変わらないと思うんですけどね、まあ、僕もちょこっとしか乗ってないので人それぞれの考え方ありますんで、 100% 乗り心地がいいですよ悪いですよなんてことは僕も言えませんので、その辺だけご了承いただければ。キーレスのは1本ですね、それと予備金が1本ついてます。ライトレベライザーですね、距離の方が7万4077キロ、エンジン K6A のはずですからね、タイミングチェーンのはずですので、はい、オイル交換だけしっかりしてください。ナビゲーションと地デジですね、それとマップがこんな感じです。オートマです。パワーウィンドウついてますね、フロント部分。リアはくるくるです、手動ですね。はい、シートの方です。とってもね、黒なんですけどね、すごく綺麗でね、オーナーさんが大事にしてたのがよくわかります。これ多分釣り竿ですよね、釣り竿をこうするもんだと思うんですけど、特にこれ多分ここに何かあったもののところにネジをつけてる、これ専用のものだと思うんですよね、これエブリーバン専用のものでつけてると思いますんで、多分簡単に外せるとは思うんですけども、まあ別に釣り竿でなくてもね、何か違う用途で使えると思いますんで、まあフィッシュなんだこれ、ファーストスターなんだこれ、まあ、なんか書いてありますからね、はい、という感じです。まあ本当綺麗です。まあ、小傷とかね、ちょっとちっちゃいへこみ先みたいなのはあるとは思いますけども、基本的には綺麗なお車です。おすすめになります。それとエンジンルーム、よいしょ、エンジン音です。はい、全然調子いいですね。ぜひエブリバンを探して、ちょっぴりかっこよくてちょっぴり装備もいいエブリバンお探しのお客様、ぜひこちらの車買いだと思いますんで、今すぐにお問い合わせのお待ちしております。失礼いたします。